スイカはない？ここのエリアで。もうおかわりだい。よし、こんなとこさっき見たっけ。あ、いたいた、あそこにいるわ。登っていってるね。アカシかな、なんかアカシっぽいな。今度は受けるよ。あれ？お、落ちて。はい。網がね、長すぎてね、手元がなかなか。アカシちゃんだよね。アカシちゃん。さっきのもロストしたのも多分赤でしたね。あれなんかひょこひょこ真ん中にいたからね、幹の。日が当たってきたからあれかな、虫も。活発に動くようになってきたのかな。これは違うか。よいしょ。さてさて。よいしょ。あれ違うかな。またこれ蹴ったりしたら、蹴ったりしたらね、あれ？あ、いるね。そこだね。あれ、なんか落ちてきた？これはアカシだな。アカシだけど、なかなかいいサイズじゃない？うん。いいサイズ、いいサイズ。おお。これはすごいいいサイズだ。ねえ、赤足だけど、結構ですよ、これ。アロー国はみたいな。うん、すごいいいサイズだね。珍しい、赤足でね、こんだけ大きいの。他にもついてるかもしれない。ちょっと揺さぶってみるか。死に何か落ちたのは違う、うん、やっぱりこんな、ああ落ちてるね。歩いてるわ。
よいしょ。ついてるな、ついてるな、見えてないだけで。アカシオスだね。まあ、小型だね。やっぱりでもこういる木にはいるんだね。さっきもこう落としたのこの木だもんね、多分。こっちの木だよね。まあでもね、落として拾うってのはなかなか大変。傘があればね、引っかかっちゃった。傘があればもうちょっとね、下に傘広げてできるけど、まあその辺があれですね、2人とかで来てたらね、役割分担してね、傘持って下で見てる人と木を揺らす人とね、昔はそうやってやってたけど、なかなか一人じゃね、そこまで大変ですからね。持って上がってくるのも大変。あんまり手荷物ね、手荷物は減らしたいしね。さあ、またね、一頭を見つけたんですけど、見つけたんですけど、どこ行った？あれか。あ、意外に難しいな。あそこだね、あそこにいるんだけどね。この辺かな。あ、すり抜けた。よいしょ。赤足でしたね。赤足。この時間にあれかな、登ってくの赤足ばっかかな、もしかして。あ、いた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 、噛みついた。朝はね、これいなかった。いなかった子ですね。まあでも、いてくれるだけね、楽しませてくれるだけ、まあ嬉しいけど。あ、いきなりここにもいるじゃん。もうこれ、絵に描いたように、すごい。これ、ほ、入った入った。絵に描いたように今上がってきたのよ。この子も今上がってきたね。この時間でも上がってくるんだね。ポコ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 。まあちょっと赤足は後でねリリースしますけど、一旦ちょっとね、なんかあれかな、午後ぐらいの方が活発に動くんかな、よくわからんけど。朝全然この辺いなかったとこなんでね、まあ普段ならああいうふうにポコポコ
アカアシが昔はねついてたエリアなんですけど、もうこれなんかね完全に発生木ですもんね。ヒメオオアカアシのいい発生木があるから、こういうところの付近のね柳の木とかね、まあ、集まりやすいといえば集まりやすいですよね、当然。その割にはだよね、その割には少ないね。あれ違うの？あれ違うか？あれ違うかな？そうだね、多分ペアだね。あれはもう確保したいね。1頭だけか。あ、引っかかった。1頭だけか。ペアかと思ったら、うん、うん、これもまあ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 かな。ちょっと顎短いかな。まあでもいいサイズのヒメオだね。ヒメオもオスばっかりだな。そこにいるってことはやっぱこっちの木、大きい木もねいる可能性はありましたね。確か昔こんな木でねでかいの取ったような気がするんだよね。ちょうどね今ぐらいの日の当たり方がね見やすいですね。これぐらい日が差し込んでくれてるとね、曇ってるとね全然下からから見えないんでね、まあでももう追加はないかな。ちょうど今いいとこにねアサギマドラがいましたでね、綺麗ですね。羽開くと綺麗なんだよね。あ、逃げちゃった。はあ、やっとね今着きました。まあ疲れた、本当もう、はあ、やばい、足が棒だよね。毎度のことながらね、ここのポイントは疲れるんだけど、ほんと今日はもう疲れたわ。ちょっと水飲んで、ちょっと一息休憩、ちょっと
とね、今日の成果を作るのこのアカーシがでかいの、群を抜いてでかい、今まで取った中で一番でかいかもしれない、もしかしたらね。去年取ったのね、52ミリあったんですよ、アカーシのでかいのね。それに匹敵するぐらい、それより大きいかな。で、ヒミョウもね、これが一番でかい、これもなかなかいいサイズだね。これも50ウォークだね。だからカーシが1、2、3、4、5、6、6オス1メス、でヒミョウが1、2、3、4、5、5オス2メスですね。ということでした。さあ、またね、ちょっと5時間ぐらい、5時間以上かな、かけてゆっくり帰らないといけないですね。はあ、疲れました。ではね、また動画の方をご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼します。